ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説神々のトライホース、ゼルダの伝説神々のトライホースは、1991年11月21日に、ニンテンドーから発売された、スーパーファミコン用ゲームソフト。ジャンルは、アクションアドベンチャーゲーム。リンクの冒険から約5年ぶりとなるゼルダの伝説シリーズの新作。 スーパーファミコン本体の発売からちょうど1年後の1991年11月21日に発売された。今作では広大な2つの世界を行き来しながら冒険を進める。ダンジョン内には高低差があり複数の階層によって構成されている。作中ではマスターソード、瓶など後のシリーズで定番となるアイテムが登場する。CM ではスチャダラパーの楽曲、 ゲームボーイズのリズムに本作向けの歌詞を乗せてスチャダラパー自身が歌いこの曲に合わせて主人公ら登場人物に扮した人々がダンスを披露した本作の主人公は少年だが主人公役を演じたのは少年ではなくオーディションで選ばれた女子高校生であるこのオーディションの最終選考には時を結成前の長瀬智也も残っていたヒロインのゼルダ美名役には 新島弥生が選ばれた。2003年3月14日には新作ゲーム、ゼルダの伝説4つの剣と本作のリメイク版を同時収録したゲームボーイアドバンス用ソフト、ゼルダの伝説神々のトライフォース &4 つの剣が発売。また、Wii、Wii U、ニュー・ニンテンドー 3DS 用のバーチャルコンソールとして配信されているほか、2017年10月5日、 発売のスーパーファミコンの復刻版、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンや、2019年9月6日、配信開始のスーパーファミコンニンテンドースウィッチオンラインに本作が収録されている。一作目、ゼルダの伝説より大幅なシステム変更が行われた二作目のリンクの冒険とは異なり、基本的なシステムは一作目を踏襲している。 画面構成も一作目と同様の見下ろし型画面切り替えスクロール方式に戻ったが一作目が完全な一画面単位のスクロールだったのに対して本作では切り替え型と通常型のスクロールを併用している通常の剣による切り付け攻撃の他に攻撃用のボタンを押し続けて力をため通常の2倍の威力で広範囲を攻撃する回転切りを行うことができる 画面上には魔法力の残量を表す魔法メーターが表示されている。一部のアイテムを用いる際に魔法力を消費する。消費量はアイテムにより異なる。アクション部分ではこれまでのものを押す動作以外にも引っ張る、担ぐ、投げるといった動作が可能となった。これらは多目的ボタン一つでその場に応じて実行できる。古来よりハイラル王国の聖地には 触れた者の,の願いを叶えるという黄金の秘宝、トライホースが眠っていた。その聖地で、ある時より悪しき力が湧き出てきたため、ハイラル王は7人の賢者たちに聖地の封印を命じた。途中、賢者を護衛していたナイトの一族が多数犠牲になったものの、賢者たちにより聖地の入り口は封印された。この出来事は、後に封印戦争と呼ばれ、語り継がれることになる。 その封印戦争が遥か昔の物語になりつつ、あった頃、王国に謎の司祭アグニムが現れた。アグニムは、ハイラル王の命を奪い、魔力で王国の兵士たちを操って、かつての七賢者の末裔にあたる娘たちを次々とさらいけにえにしていった。そして、魔の手は、末裔の一人でもある王国のゼルダ姫にまで及ぼうとしていた。 自宅で就寝中だった少年リンクは、助けを求めるゼルダ姫の悲痛な言葉を夢の中で聞き、夜中に目を覚ました。その横では武具を身につけたおじが家を出ようとしていた。おじは家に泊まるようリンクに伝えると、一人、ハイラル城へと向かった。しかし、時間が経過してもおじは戻らない。リンクは家を出て、おじの後を追った。光の世界と闇の世界の地形は類似しており、 一部のダンジョンの位置は共通している。サブ画面であらかじめアイテムを選択し、Y ボタンを押すことにより使用できる。ありがとうございます。